皆さんこんにちは、花丸帝国です。前回の続きからやっていきたいと思います。大人のペンギンさんが寝ております。寝てるのかな。これは大人のペンギンさんって目ないですよね。目がないから寝てるのかわかんないけど、コクコク、あ、おそらく今起きた、あれ私寝てたみたいな反応しましたね今あ、残り少ない。お話なんですけども、どんどん聞いていきましょうか。終わりに近づいていってる寂しさがありますけども、特別なお話、大人のペンギンさんは最後に飛べたりするのかな。日々の努力が実って最後は少し羽ばたけたりとか。どうしたどうした、呼んでる、来た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 、早い見てください、私何か違いませんか。むむむ、ちょっとふくよかになったのかな、食べ過ぎちゃいましたみたいな感じかな。今日もでも丸さ加減が可愛いですよ。羽の部分少し、あ、そっちかそうだよね、そうだよね、わざわざ聞いてくるんだから。あー、気づけなかったな、失格ですねこれはそれよりさ、後ろ今コーペンちゃん走ってったの可愛かったえなかちゃんもいる。あー、でもちょっと筋肉ありそうどことかこれはちょっと選べないかな。頑張ったね、コペンちゃん可愛いな。ありがとうございます、ありがとうございます。筋肉つくと自信がつきますね。そうですねちっちゃなことの積み重ね、それをクリアしていくことによって、まあ自信、小さな自信をどんどんつけていく。これで間違ってなかったんだってですね。ああ褒められて伸びるタイプですね。やる気が上がってきました。このまま走り込みに行ってきて、すごい気合い入っている。はあ、まあ褒められて伸びる方の方が多いと思いますよ。僕自身もそうですしね、褒められるからなんか、だからこういう実況が本当にこう毎日投稿できているのもコメントをいただける方々のおかげですよ。本当にいつも温かい言葉をかけていただけるので僕自身も嬉しいし、だからこそこう頑張ろうっていう気にねなっているので、本当にこの動画を投稿している原動力は皆様のパワーですね。もにゃんこもにゃ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 パワー、違うな、なんだ花丸パワーか、のおかげです。本当にいつもありがとうございます。で、戻っちゃダメか、大人のペンギンさんのお話を、聞いていこうか。おや、どうかしましたか。お話を聞かせてください。特別なお話、お、これは一緒に、なんだ、料理でもしてるのかな。ゆっくり振り返ってきたこんにちは、何してるの。カフェで出すチョコを作っていたんです。チョコいいですね、カフェで出すチョコ。ああ、これ白熊さんのポケットから出てきたお菓子だ。いかがでしょうか。そっか、クッキーだと思ってたけどチョコレートですか、これは今はいいやいただきます。チョコはね、チョコは好きですね。チョコって実は体にとってもいいんですよ。そうなんですよね、なんだっけ、なんか腸内環境を良くするとかね、認知症にもいいとか、なんかそういう話あったような気がする。いろんな病気を防いだり、ストレスが減ったり、リラックス効果もあるらしい。そうですね、
いつも頑張っているあなたにぴったりの食べ物ですね。少量だったらすごくいいらしいですよね。食べ過ぎは、そうそうそう、まさにまさに。とっくに、特にご飯の前に食べたらお腹いっぱいでご飯が入んなくなっちゃいますから大人のペンギンさんは女性ですからね、もっとこうお肌のこととかね、食べ過ぎはお肌に良くないからね、そういう方を気にするかと思ったらやっぱりご飯のことか食べるのが好きなんですね。可愛らしい。チョコレートはね、僕もまあ好きですね。好きなんだけど、まあ自分で買って食べるほどではないかな。私とお話ししますか？まああれば食べるけど、好きなお菓子、買ってまで食べたいお菓子って言ったら、まあじゃがりこぐらいかな。じゃがりこは大好きで、サラダ味、じゃがりこのサラダ味がとにかく好きでね。お菓子買うって言ったらまあそれぐらいかな。というかまあ思いつくお菓子がそれぐらいしかないな今。もう今日も頑張ってトレーニングしてる。この BGM 聞くと本当にあのミニゲームが浮かんでくる。やりたくなってくるね久々に。おや、お花丸さん来てたんですね。一緒に体を動かしませんか？そうですね、運動したい。参りましょう。早速始めましょう。今日は羽ばたく練習です。ああ今日は羽ばたく練習か。空を飛ぶイメージトレーニングも兼ねた練習。高所恐怖症になれるための道具を使わないで手軽にできるのがいいですね。そうですね、しかも簡単な動きなのにしっかり鍛えられる。それはすごい。これを続けてたらきっと空も飛べるはず。いつか一緒にお空をお散歩しましょう。いやいいね、したいね。その夢が果たして叶う日が来るんだろうか。まだ聞けるね、どんどん聞いていきましょう。私とお話ししますか？今回はアデリーさん、なんだ、あなたが出かけている時に会った話か。アデディさんと何が、え、もしかして、ああ違うか、これはでも現在進行形のお話だからね、過去の話とかではないか。アデディさんとのその出会いを描いてくれるのかと思ったけど、それはやっぱり本を読めってことか。おアデリーさんと大人さん、あ、今日も畑仕事してたのかな。お疲れ様です。たくさん嘘、遊んでたのか。たくさん遊べ、二人で遊んでたの。え、あ、鬼ごっこしてたんだ二人で。トレーニングの代わりに遊んでよかったですかね。遊んでいい、鬼ごっこだったらまあトレーニングになるんじゃない。息抜きは大事だし、楽しいって思うことも大事だしな。それにあれだぜ、お、なんだなんだ、鬼ごっこはすげえ走るから。ああそうそうそう、それでよ、頭も使うしな。ん？ちょっと待って。なるほど。今何を伝えたかったのかがちょっと分かんなかった。どういうこと？コーペンちゃんを思い浮かべながら頭を使う？じゃあもっとやった方がいいですかね。疲れた時は休むのが一番。無理のしすぎは体に毒だからな。なるほど。だから今日はもうおしまい。さあ飯にしようぜ。いいね、飯を食うのも立派なトレーニング。そうだね、しっかり食べて運動するのが一番ですね。ダイエット、ダイエットではないか、これ。大人のペンギンさんは
わあすごい仲良しに仲良し仲良さそうに、うん、すごいな。こうちゃんこうダメだ、なんか滑舌が悪いな今日は。その時撮っていた写真がある。なんだろう今日ろれつが回んないな、なんでだろう、疲れてるのかな癒してください皆さん、いつでも見れるようにアルバム貼っておきますね。おしまい。コウペンちゃんなしでああやって遊ぶんですね、大人のペンギンさん私とお話ししましょう。かわいい、何してるんだろう。あ、もふ、え、もふもふしてる。え、誰に？大人のペンギンさんか。いいなぁ、させて。僕にももふもふさせてくれ。いやぁ、コウペンちゃんがお腹から離れなくて。もふもふで気持ちいいんだって。あぁ、もふもふしたい。ちょっとコウペンちゃん、どけて。いいかなコウペンちゃんどかしていいかな、僕がモフモフさせていただこう驚いてる僕はこれどのぐらいのビジュアルというか何として映ってるんだろう、人間なのかな、それとも何かしら生き物としてこのコウペンちゃんたちには見えてるのかな。花丸さんに言われたら仕方ありません。あ、2人でいいんだ。そう考えるとものすごく小さい。コウペンちゃん。楽しんでるな。ああ、あったかかった。いいですね。大人のペンギンさんのぬくもりを感じれる回でした。ああ。おめでとうございます。大人のペンギンさんの特別なお話を全部聞きました。うわあ、これは終わった。てしまうよ、いよいよ。あと白熊さんですよね。白熊さんのお話が終わったらもうエンディングですよね、きっと。これはまずいな。いよいよ物語は佳境、物語といいますかコウペンちゃんライフも、いやー、なんだろう、言葉が思い浮かばない。何とも言えないこの悲しさ。終わってしまいますよ、もう少しで。いやー、どうしようかな。白熊さんのお話は次回に持っていきたいから、今日はちょっとミニゲームパートというかミニゲームやっていきましょうか。うん、終わらせたくないからね、やっぱりこんな楽しいゲームを終わらせたくない。何しようかな。空飛びトレーニングしようか。お疲れ様です。あ、でもどうだろう、何かありましたか。ミニゲーム行きましょう。トレーニングできるかな。今回はね、ラグ対策でモニターを設置してないんで、今若干またラグがある気がするけど大丈夫かな。あのコウペンちゃんマーチに関してはね、あのしっかり対策をしないと全くもってできないのですが、これぐらいだったらできるかな。どうだろう、びっくりモードやってみましょう。おや、コウペンちゃんトレーニングやりましょう。一緒に参りましょう。はいはい。はい。翼のトレーニングです。はい。白熊さんかわいい。7回。あ、なんとか。あ、やっぱ若干ラグが。でもなんとかできそう。これぐらいだったら。すごい、みんな同点。
はい。で、L。もう一回 L。で、R。あダメだ。次はジャンプしてみましょう。2、3。はい。1、2、3。で、1、2、3。綺麗にできた。完璧。次は羽ばたくトレーニングです。交互かな、はい、交互にやっていきましょう。ああダメだな。ダマルを差し上げます。ジャストタイミングでできない。すごい、コンピューターのコーペンちゃんみんな同点だ。あ待って、最初見てなかった、はい、あなんとか大丈夫。なんで最後ジャストなんないんだろう。次はジャンプのトレーニングです。はいでく、はいはいはい、あーよかったよかった。花丸を差し上げます。最後は実際に飛んでみましょう。了解です。はい、あー難しい。連打がきつい。ジョイコンがね今切り離して両手に持ってやってるので力が入らない。すごいなんか楽しいんだけども、さっきからさ、なんだろう、胸がぽっかりこう開いた気分。あ、はい、まだ開いてないんだけど、悲しいな。なんだろう、切ない気持ちですね。お疲れ様でした。お疲れ様。花丸スタンプ差し上げますね。うん、スタンプはまだまだ貯める場所があるからね。物語がもし終わっちゃったとしても、定期的にはこうミニゲームパートとかね、コーペンちゃんと。まったりおしゃべりするパートとかでこうこのゲーム実況もてあのたまには上げていきたいかな。かわいい、寝ている。本当に癒しですよねこのゲームは。あ起きた起きた、コーペンちゃんおはよう。寝ちゃった。じゃあまあこのパートもいい時間になってきたのでここで終わらせていただきます。気軽にチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。では次回のパートでまたお会いしましょう。今日はじゃあコーペンちゃんとアデリーさんと一緒に今日も一日お疲れ様でした。